相鉄6000系電車は、1961年に相模鉄道が導入した通勤系電車である。1961年から1970年まで製造された6000系と、1970年から1974年まで製造された新6000系に対別され、前者と後者では別系列と言ってもいいほど、車体の形態や伝送品が大きく異なっている。 なお、グループの総称としての6000系との混同を避けるため、本校においては前者を特に96000系と表記する。また、本校では、特にここの編成について記述する必要がある場合、編成中の横浜方の先頭車の模波6000系もしくは区波6700系の車両番号を指して、回と称して、各編成を表すことにする。相鉄では百五十五年に、 自社開発の高性能電車、初代5000系電車を製作した。5000系は当時の最新技術を取り込んだ意欲策で中古車主体であった装鉄に花を与えたものの、朝鮮戦争以後の高度経済成長において沿線の開発が急速に進み、18メートル長の中型クラスの5000系では輸送力に難が見られるようになっていた。 5000系は2両編成での運用を基本として製造されたが、後に中間車を組み込み一部が4両編成化された。このように輸送力の向上は喫緊の課題であったが、5000系は全車両が電動車でかつ、電動車は MM ユニット構成であり2両単位でしか連結できなかった。また、丸みを帯びたデザインの先頭部分は貫通扉が設置できず、 に編成以上連結すると通り抜けができず不便であった。これらのことから一両単位で柔軟に編成を組むことのできる新系列を製作することになった。すでに総鉄では国鉄63軽電車と同等の3000軽電車を導入していたことで大型車両が走行できる環境は整っていたこともあり20メートル超。 両開き四つドアの大型車体を持った車両とし、輸送力の増大に備えた6000系電車が誕生した。この6000系は非常に実用的な車両に仕上がり、一時期の総鉄を代表する車両として、旧型車両を一掃し、横浜駅周辺の開発とともに、総鉄の躍進に大きく貢献した。1961年から1970年までに120両が、 5000系と同じく、日立製作所で製造された。初期コストと保守コストを、当時の旅客輸送量に見合うように最適化した設計とされ、車体、各種機器ともに、機動車に通ずる合理性を追求した作りとなっているのが特徴で、最短2両編成から1両単位で車両を増やすことが可能である。口実する新6000系とは、車体幅や、 走行機器類が大きく異なるが、両者の並結運転は可能であり、後日のように、新六線形の編成に組み込まれた車両も存在した。相鉄の自社開発車両では初めて20メートル長の大型の車体と片側4つの両開きドアを採用した。車体は直線を基調とし戦闘車中央部には貫通扉を設けており、編成中間に組み込んだ時にも通り抜けができるように、 配慮されている。側窓は5000系と同じく窓の配置が前後で非対称になっており、先頭車は D1D2D2D2D1、中間車は 2D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 1 と関東地区の鉄道事業者では唯一となる窓配置となった。材質は普通構成。搭乗時の車体の色は5000系と同じ紺色系の塗装に塗り分けられた。貫通扉の塗り分けが 最初の8編成とそれ以降とで若干の違いがある。1973年より、緑色系の塗装に変更されている。全車両が非冷房で登場したものの、1979年から冷房装置搭載工事を行い、1986年までに全車完了している。屋根状に搭載された冷房装置の形式は、ひたマイナス -550 で、 能力は4万キロカロリー H である。もは6021アルミ車体試作車のモハ6021モハ6021の車内ドアの左右には空調ダクトがある1967年7月に日立製作所からモハ6000系の一両として登場したアルミニウム合金車体試作車。6000系の中でもアルミ車体はこの一両のみであり横浜放先頭車として 他の普通構成車両と連結し使用された。また、この車両をもとに後から2100系、5000系、7000系がアルミ製の車体で製造されている。車体重量は軽量性に優れるアルミ素材を用いた結果、普通構成のモハ6000型に比べ約4.5トンの軽量化に成功している。塗装は、 アルミの地の色を生かしたクレア塗装であるが、正面の貫通扉付近にはアクセントとして縦一直線に赤色を配色、銀一式では風景と同化しやすいため、目立つ色を配置することにより、車両接近時における視覚伝達の機能を兼ね備えたデザインとした。屋根状のベンチレーターも他の車両のガーランド型に対してグローブ型を搭載。 また、後年の冷房装置搭載改造の際にも、7000系電車で、試験的に設置されていた、ヒートポンプ式の冷暖房装置が移設されるなど、異彩を放っていた。なお、7000系で使用されていた際には、頭上の吹き出し口から音符が出ていたが、模波6021に移設した際に、音符を座席替え、ダクトで送り込む方式へ改造し、試行していた。晩年は、 サハ6621とともに新6000系へ組み込まれ、96000系としては最後に廃車された。すべての座席がロングシートを採用、生地の色は緑色である。車内は薄い青緑の寒色系でまとめられている。天井には扇風機が備え付けられている。客用ドアは相鉄では初の両開き扉を採用し、輸送力の増大に備えた。 一車両につき片側四つの扉を備える。五線形は、動力車二両を一組とする、いわゆる MM ユニット方式を採用し、各種機器を二両に分散して搭載することで、軽量化を実現していた。しかし、一方でこの方式は、動力車の数が増えることは保守の増大を招き、編成内の車両数の調整も二両単位でしか行えないなどの問題点が露呈していた。 本系列では5000系以前の車両の設計に立ち返り、動力車一両に運転に必要な各種機器を搭載し、モーターを搭載しない付随車を組み込むという設計に変更した。しかし、導入最終段階では再び MM ユニット方式の採用を模索しており、モハ6100系の最後の車両である、モハ6144と、 六千6145はユニット試作者として落成し、大容量 CP を六千6144だけに搭載しに両分をまかなうなど、後の新6000系につながる研究も行われた。ただし、この2両はどちらにも主制魚器を搭載するため、厳密な MM ユニット方式とは言い難い。主電動機は、日立 HS-514 系を採用し、 1>, 1から15次社までは、HS-514Arb HS-514CRB ユニット試作車である、も、oh、は6144もは、oh、6145は、HS-514DRB である。5000系に搭載していたものの2倍の出力となった、結果、動力者の数を減らしても、性能を維持することに成功した。抵抗制御であり、主制御機は、 日立製作所製の MMCHT-10 系である。ブレーキ装置は5000系と同様、応答性に優れる電磁直通弁式電磁直通ブレーキで、5000系に搭載されていた発電ブレーキはないものの、大荷重制御機構があり、乗車率の違いによって、ブレーキの強弱を制御できるものとなっている。車軸への動力の伝達方式は、初代5000系電車に続き直角。 カルダン駆動方式が採用された。台車はいずれも枕羽根に空気羽根を採用し、車体支持方式は、サハ6625を除いて揺れ枕式で、電動車が、KH34、KH43、KH59、付随車が A、KH34A、KH43A、KH60 の各形式を採用したが、サハ6625は、 インダイレクトマウント式の KH-72 を装備した。軸箱支持装置はいずれも軸箱左右に突き出す翼系の金具を取り付け、それぞれにコイルバネを乗せて、側枠からの荷重を支える形状のウィングバネ式であった。ブレーキ本体は踏み面ブレーキを採用した KH-34 と KH-34A 以外はディスクブレーキを採用し、 ブレーキローターが車輪の外側に装着されている。通常ではブレーキローターは車輪内側に装着されるが、当時 1067mm 機関用の電動台車ではバックゲージが十分ではなく外付けにせざるを得ないためである。以後相鉄において直角カルダン車はこのタイプの台車を採用していくことになる。ブレーキやドアの開閉に使う圧縮空気を作り出す。 空気圧縮機は、動力車である、モハ6000型と、モハ6145を除くモハ6100型に、搭載し、非ユニット車は C-1000 系、ユニット試作車である、モハ6144は、HB2000 型を採用した。車内照明などの電源用として、小型電動発電機もモハ6000型と、モハ6100型に搭載するなど、動力車に、 各式機器を積み込むことで柔軟な運用を可能していたが、前述の冷房化に伴い電源用として、東洋電気製造製の大容量 MG 奥波6500型とサハ6600型に搭載し、動力車の小型 MG は撤去された。なお、編成を組んだ時に必要量が満たされている場合では、MG、CP ともに該当形式であっても搭載しなかった車両もあり、 また MG や CP の形式も様々であることと相まって非常にバラエティに富んでいる。登場当初は搭載していなかったものの、1968年にセア駅構内において発生した貨物列車との衝突事故を機に自動列車停止装置が設置されている。本系列では各車両の果たす役割によって番台が区分されている。各車についているアルファベット記号の意味は、 以下の通り、下の図では、すべての当該車両に機器を搭載しているが、実際には、MG と CP は、編成全体で需給が満たされた場合は、未搭載とした車両も多い。ノクハ6500型は、編成によっては、サハ6600型になる。8両編成には大きく分けて、上記の2パターンがある。車体、機器の老朽化によって、 1992年の20両から同時8000系電車と9000系電車置き換えによる廃車が始まり、1997年5月までに120両前車両が運用を離脱した。運用期間は35年7ヶ月間となり、相鉄の車両では当時の最長期間を記録し、最適化設計の妥当性を実証した。その後、ほとんどの車両は解体されているが、 トップナンバーのモハ6001とアルミ車体試作車のモハ6021の2両は柏台車両センターで生体保存されている。96000系の合理化設計はその後の車両開発に大きな影響を与えた。特にアルミ車体のモハ6021はその後アルミ素材を用いて車体軽量化を図っていく礎となったほか 特徴的な正面貫通扉の赤色系の塗装も、その後の車両に引き継がれることとなった。Q6000 系の使用実績をもとにモデルチェンジした車両で、1970年から1974年までに70両が導入された。6000系グループの16次製造分以降に当たるが、車体や走行機器類が大きく変更されたことから、新6000系と呼ばれる。 相鉄では、本系列製造中に、初代5000系電車や2000系電車といった、高性車体の旧型車両を軽量なアルミ車体に乗せ替える改造を行い、結果アルミ車体の優位性が確認されたことから、本系列は70両で製造が打ち切られ、その後は本系列とほぼ同じ設備を有するものの、アルミ車体の7000系電車の製造へと変更された。 普通構成の20メートル長で片側4つドアの両開きドアを持つ通勤型の車体である。車体幅が96000軽電車よりも広く取られ、私鉄電車では西武鉄道の車両と並んで当時日本最大級の2930ミ、mm、リメートル幅とされた。このため、車体下部を絞った裾絞りデザインで曲線走行時の車両限界に対応している。正面は、 種別表示器と運行番号表示器が最初から作り付けになっており、上部にできるだけ大きくして並べるという、同時期に登場した自社の2100系電車と共通のレイアウトで、あとの5100系電車や7000系電車にも採用されている。また、運転台はエルゴノミクスデザインの観点から配置、設計が見直されている。中間車両側面の窓配置も、 一般的な左右対称に改めた。相鉄最初の冷房車は本系列であり、1971年7月に4両の試作車が登場。同年増備車は非冷房で登場したが、翌年の増備からは量産冷房車となり、非冷房車も1979年までに冷房改造された。搭載する冷房装置は、試作車にはやや能力の低い3万キロカロリー。 H のものも搭載されたが、量産冷房車には、96000系同様の日立製フターマイナス550で、能力は4万キロカロリー H が採用され、その後は、この冷房装置が、標準型となり、各車両に搭載されることになる。換気用のベンチレーターは、基本的に、ガーランド型であるが、非冷房で登場した初期の戦闘車両は、これに加えて、 押し込み型を一つずつ搭載しており、冷房改造後も撤去されなかった。また、終電装置はすべての電動車のエビナ方の屋根状に搭載する。座席はすべてロングシートである。内装の配色には製造された年代によって異なり、初期は緑系、量産型冷房車を境に、後期はオレンジ系の2種類がある。オレンジ系の内装色はその後の装鉄車用に引き継がれた。 晩年は緑系の内装にもかかわらず、オレンジ色のシートモケットに貼り替えられた車両も存在した。同時期に登場した5100系にはパワーウィンドウが採用されたが、本系列の窓の開閉は全車両が手動である。伝送品は当時建設中の泉谷線の規格に対応した高加速度設計になっている。主電動機は、 日立 HS-515 アーブを採用し、定格出力は 130kW に増強された。ただし、定格回転数は 1300rpm、最弱目開自率は20%のままである。歯車比も49.9から高速向きの49.10に変更されている。主制御器は、MM、MMCHT-20B1 型である。なお、ブレーキ方式は、 96000系と同じく電磁直通弁式電磁直通空気ブレーキであるため、相互の並列運転は可能となっている。台車は電動車には96000系から引き続いて揺れ、枕式空気バネ台車の K 値 -59B を採用したが、付随車には96000系、左派6625において使用されていた機種である。 インダイレクトマウント式空気バネ台車の KH-72A を本格的に採用した。電動車は 5000K で採用した MM ユニット方式を再び採用。バンダイ区分は新たに6300バンダイとされ、2両1組で各式機器を分散して搭載する。車内照明などの電源には当初小型の静止型インバータを搭載したが、冷房装置を搭載するにあたり、 電源用の大容量 MG に乾燥されて SIV は撤去された。なお、MG を搭載しない q 6 0 0 0系の電動車との連結を考慮して一部の区波6500型にも MG を搭載している。製造メーカーは、日立と東洋電気製造であり、出力は149馬である。CP は q 6 0 0 0系の模ハ6144で採用された機種である。 日本エアブレーキ製の HB2000 系である。各車両についているアルファベット記号の意味は96000系に準ずる。の車両は96000系、1編成あたりの車両を増やす。過渡期にはこのように新旧混ぜた編成が見られた。後者は96000系を含んでおり、の車両が96000系のユニット試作車である。この2両は MG を搭載しないため、 の区波6500型は、例外的に MG を搭載し電気を供給した。微笑み号、緑煙都市号、アートギャラリー号本系列のみの特徴として、多くの全面塗装車や特別塗装車が存在していた、ことが挙げられる。車体塗装1997年3月に、96000系も、波6144も波6145を、 組み込んだ編成が廃車されたのを最初に順次廃車が始まり、8000系電車、9000系電車、さらに1万系電車が導入されることにより数を減らしていき、最終的に末期は8両編成4本で各駅停車を中心に運用されていたが、2003年8月23日のダイヤ改正を前に全車両が定期運用を離脱した。 最後まで残った4本の塗装はそれぞれというすべて異なったものであった。最後の営業運転は同年11月2日のさよなら運転となった。当日は緑園都市号と旧塗装復活編成が用いられ普段乗ることができない厚木線直通列車として横浜駅厚木奏車場で緑園都市号を使用した臨時列車がまた泉谷線では 二股川駅湘南大駅間でどちらの編成も使用した数往復のノンストップ臨時列車が運行され特に後者は乗車券さえ持っていれば誰でも乗ることができたその後も両編成が厚木奏車場に旧車扱いで留置されていたが2004年12月に廃車、除籍となったこの車両の廃車で相鉄の営業用車両から構成車体を持つ車両が消滅した 前述のようにリバイバル塗装やさよなら運転を行った他にも、さよなら運転まで残っていた32両は、同時期廃車になった2100系とともに、無償状と先を募集し、1両を丸ごと保存する場合は、輸送費の一部を総鉄が負担するという好条件で、引き取り手を探していたことが特筆される。しかし、取引は成立せず、結局本系列は、 全車が解体されている。一方、2100系は引き取り手が見つかり、一部車両のカットボディが個人宅で生体保存されている。相鉄新六線系電車に関するカテゴリー、ありがとうございます。